君の腕に包まれて眠りたい。見つめてくれ、その果てない瞳で吸い込まれそうな想い。Thank you.
サブセサブセサブセミディアムセやだから妻の人はあれ、厚森は知ってるの初めて厚森初めてあ、大佐みちなみにわしは知ってますよちなみにこの1,2,3,4,5,6 6人の中で誰が一番かっこいいですか色で大丈夫ですよあ、黄色のしげもりさんだって ありがとうございます見た喜んで走ってもいかない本当だもう人気があると分かってるみたいちょっと待ってちょっともう知り合いさんって言われてありがとう来てる悪意あるありがとう悪意があるかおい悪意がある誰が好きなんですかあ、しげもりさんありがとう悪意があるな悪意があるな中で行くとこ走っていって手を繋いでありがとうございますみたいなこと一回もやったことないからみんなそうちゃんですそうちゃんですあの同じ方あ、誰が好きですか色で大丈夫ですよ黄色の方あ、緑の方も緑ありがとうございますありがとうございます緑の方3番目は誰ですか3番目は誰ですか2番目だったあ、水色の方、宗森様ですね3番目はいありがとうございますなぜそんな悪意があるんですか顔がめっちゃ悪いそんな悪い人に、ね、いやありがとうございます楽しいですねいやこれで楽しいでしょぜひ楽しんでください、はい実はですね、うん、あの2部ではこうやって1人の方が気を持ち始めてという方が多かったえ2部ではこうやって1人の方が気を持ち始めてという方だったんですけど、うん一部ではなんと結構たくさんの方が気温を与え初めて見に来てくださりまして、はい、ちゃんと名前をね、分かってるのかなーっていうのを分かってますと言うじゃないかなーって言ってそうね、よく言われるのは平の清盛隊とか言われますもんねあ、そうですよね言われるんですよ、ね、清盛ばっかりいませんからいや、私たまに清盛さんっておりますよたまに清盛さんっております本当に、まあ、お祭りとか行って、あ、清盛さんみたいな違います、違いますもう、多分ここしか見てないこれを頼ってたら清盛さんなんで地元のちょっと活かしたヤンキーとか清盛さんってみんなね、リゼントな感じがねそれを防ぐためにもねえそれを防ぐためにもねそうだね、せっかくなんでね、初めての方もいるし名前ぐらい覚えて帰っていただきたいと思いますので自己紹介と参ろうかはぁじゃあ、まず私から Yeah.
でしょ、はい、もう今ので1曲歌った分ぐらいのパワーを結構使った相手って楽しかったしな。まあ秋山様、話は360度回転しました。そういうことは戻ってた。戻ってた。180度戻ってた。180度になりまして、はいはい、お盆がね、始まりまして、今日から、20日まで休みの人がいれば、まあ、今日3日間の人もいるし、はい、ね、あのお盆が始まったわけでございます。長期休暇が始まったわけでございますけども、皆様長期休暇をもしてもらったらどこに行きたいですか？考えたことないでしょ。バーベキュー。バーベキュー。好きやないよな。好きや。肉好きだからね。ね。どこでバーベキューしたいんですか？海。はい。ああ、海いいですよ。海。急に入ってきます。どうした？大丈夫？もうね。早くね。髪型何？髪型何それじゃん。フードルみたいになってきた。大丈夫？フードルからすごいな。フードルからサザエさんがフードルになる。何があったんですか？仕事で。ちょっとバーってやってから時間がなくなって急遽タッ。急遽タッ。一部はキャプテン翼みたいに。後ろで。本当だな。キャプキすぎ。キすぎ。フードルになっちゃって。夏休みね。夏休み。違う。お盆休みね。海、海どこ行きたいですか？まあでもわしやっぱ山も好きなんだね。いいね。今山があると流行ってますからね。あ、山行ったら滝やりたい。滝をやりたい。滝やりたい。滝を落ちられたい。あの滝打ち。滝よ。滝のやつね。わし一回滝に打たれたよ。あ、滝に打たれた。写真集だね。打たれてた。あれやってみたいです。やっぱりあの悪いものが全部取れたよね。悪いもんね。悪いものついてました。え？悪いものついてました。まあやっぱそれなりに人間あのいい人。純度 100% ですか？何純度 100%？ 船村さんは今結構純度 100% ピュア船森ってこと？いやでも、まあ、ピュア船森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 ピュアみたいに言うリキュアフリキュア日曜の8時頃から8時頃でもあれ変身するときもね、ちょうどこういいとこ隠してるから。なんとなくだよ。それなんで隠してんだよ。今多分そんなんじゃないと思いますから。あ、違う。情報が古いですね。まあでもやっぱ私は山に行ってあの、はい、カブトムシ取ったりとか。あ、カブトムシって高く売れるらしいですよ。嘘。本当。不純。でね、これを皆さん知ってますか？あのカブトムシつながりの話をするんですけど、まあそりゃそうだろうな。そっか、あいつの時Yes, sir.
後ろ左にヘラクレス。任せた。戦は壇ノ浦へと流れ、平家は滅亡した。
いや決まりました。かっこよかった。ただ。素晴らしい。ありがとうな。どうも。ね、ブラボーね。さあ、エンドが見て終わった。次はゲームのコーナーで参りましょう。やっけんかさん。おう。はい。さあ、今日は何のゲームをするかというと、ジェスチャーゲームをしようと思います。ジェスチャーゲーム。野球をしている、飛びながら野球して
嬉しい嬉しい。やつあれ何それ、これ何、あのさんの何、中尾明、あ見せてからお客さんと我々の収集見せて、こけるこけるこけたから、あつもり、あつこけた、あつもりここにおったらいい、あつもり今年やな、今年やな、礼儀正しいやつもり、今年はなつもりがいいよね、正解、今年じゃない、今年は正解だぞ、次は議論我々の後ろで見せる、これなんて書いてる、おー、あ、こう書いてその地位ではないけどね、お願いします、はい、いいんですか、はい、今年どうなんだったっけ、大笑いしてる音声、それも早かった、なんか動物系上手ですね、酔っ払いの鳩、
酔っ払いの鳩の。まあまあ元気。結構陽気な鳩ね。結構陽気な。自暴自棄のスパイダー。自暴自棄のキャラクター。でもね、でもね、1分間のうちに1,2,3,4,5,6,7個できました。これからまたじゃあ問題数増やしてということで、第1回ジェスチャーゲームは7問でした。やったー、イエーイ。じゃあゲームは以上になります。今頑張りましょうね。はい、よし。では告知のコーナーともありましょう。はい、はい、まず明日の、12日ですか。はい、明日は12日、はい、トウモリのこと私とで、シゴラン対決をアゲハメスで行います。はい、いったぜひ、お昼の2時から行いますので、ぜひお時間ある方応援してきてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてですね、あさっての13日にレジェンド4と呼ばれるワッシーとモーリー殿、シゲヒラ殿、ギヨン、この4人でアゲ花火というのをアゲハベースでさせていただきます。はい、こちらはですね、わしらが手作りの屋台あのなんかゲームですね、屋台とかもありますので、ぜひ遊びに来てください。詳しくはブログをご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、はい、感じですかね。はい、そして、はい、9月になりましたら、我ら神戸ギヨン舞台のデビューシングル、ガッタ平安のリメイク版が発売されます。はい、これはですね、ギヨン舞台が初めて歌った曲、ガッタ平安の CD がもう全然販売物としてないんですけども、あの皆様のお声もありまして、復刻させていただくと。はい、ただ、当初とは全然歌い方もね、変わって癖づいちゃってね。それを修正しながら、でもキューって言ってないな。だってアスカだね。いいですよ。クリスマスでやりましたか。クリスマスでやりましたか。俺らの歌い込んだガッタ平安のリメイク版に復刻しますので、ぜひぜひ楽しみに待っていてください。はい、その CD の発売も兼ねてですが、我々9月に6周年迎えます。17日、18日はなんと我々神戸ギヨンで東京 FC に出演いたします。はい、17日はお台場の汐留の方、そして、18日は渋谷というふうになってますので、はい、ぜひぜひお時間ある方は応援しに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、まあ、皆様にお願いなんですけども、今わしら神戸ギヨンの森田はですね、M ステのオーディションに参加しております。はい、ミュージックステーションの歌番組ですね。ミュージックステーション M ステの階段降りたいならまず登れみたいな参加しておりまして、1次審査を突破して、今第2次審査のウェブ投票というのに参加しております。はい、1日1回投票できるということで、はいはい、ぜひ皆さん18日までですので、皆さんお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、東京進出なんて言っておりますから、はっきり言ってそのアナウンサーの時か、はい、ね、あの第2弾のエキスパイの時に皆さんがたくさん、で買ってくださって、それが認められて東京でもやれることになったので、はい、本当に皆さんのおかげなんですが、感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ東京でもなんじゃこいつらとボールに行く人々に言わせてやりましょう。またこいつらでもなんか人気あるな、それを目指して、私らもこれから気合入れていきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、では、続いては今年の4月に出した、光と熊本出頭という歌を歌いたいと思います。まずはちょっと熊本出頭というかえらしい歌を歌いたいと思うので、今日なんかね、やっぱり踊ってお盆だからちっちゃい子もいるんじゃないですか、よかったらあの、これちっちゃい子にいっぱい踊ってほしいな、ね、歌って踊ってほしいなと思って作った歌ですので、今から振りを、はい、お教えいたしますので、はい、一緒に踊ってください。はい、はい、振り教え担当、はい、しげひらさんです。はい、今日は私もやります。後ろの方を見て教えてください。はい、じゃあ、壇上ではしげひらさんお願いしますね。はい、じゃあ、ランチマンの方ですよね。では、熊本市長の内番の先に、はい、熊本の名産品が出てくるところをお教えします。はい、行ってください。まず、馬刺し。馬刺し、馬刺し、お馬さんです。馬刺し、でもそれクロールだとね、長くなるよ、長くなるよ、思っ
ラーメン。ラーメン。チャーシュー決まり。はい、ここは見ないでください。続いて、いきなり団子。いきなり団子。3つ1、2、3。体の前ね。そこだけ柔らかさ。いきなり団子だ。はい、続きまして、だご汁。だご汁。お椀を作ってください。はい、だご汁。だご汁。わしのは中があるかな。続きまして、からしれんこ。からしれんこ。穴を3つ、1、2、3。はい、右左に。はい、いっぱい作ったね。できましたよ。そして最後に、一文字のぐるぐる。一文字のぐるぐる。カメラ撮ってる場合じゃないですよ。ぐるぐるしてください。みんなで楽しくやりましょう。ね、もう2番はいいですね。はい、温泉大学の本当です。適当すぎやろ。4番じゃなくて。よくしてみて。2番の動物は何にしますか。それだけ。さっきボタン押したから、サメとかどうですか。サメ。あそこはトリート見てるにサメはいません。まあでも。温泉大学。熊本城。だったら道に行きやがすげえ。あそこはトリート見サメ。はい。はい。サメね。これはでもなんかサメっぽいやつね、この辺。わしらちょっとやめてくれ。サメ。だら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 。サメだらだら。文字がや！ないよ、今のツッコミは。文字だ！文字だや！文字だや！それは文字！それが文字だと！早くよ！文字が、文字が、文字が、文字が。もうやるねや、早よ。おいいねやどんどん時間をしてくれメンバーのせいにしよう。大変かんや言うとりますが、今から熊本市と歌わせてもらいます。ありがとうございます。よかったら一緒に行こうぜ。おもてくださいな。ほら行ってきまよう。
や綺麗な空、心が綺麗な人が待っている。はい、ここ優しく優しくね、みんな歌うの下を揺らしてこんなもの、ふるさとの空
7人でライブを楽しみにしております。本日は誠にありがとうございました。